はい、これ、ミリ初めましさてんだはいね。るんですよね。あ、います、います。あ、はじめまして、お願いします。あ、初めまして、よろしくお願いします。マジでタイピングが早いって聞いたっす。タイピングは早いですけど、バルはちょっと、なんかテレビの生放送のはい。字幕をその場で聞きながら打つこみのたい街なに何をして。え？感じなんですけど。遠くで見てもわかるこれ。うえ、わ！やばっ！じゃあ、今度は寿司だをやってる動画。あ、見たい。見たい、めっちゃ。寿司だ。生寿司だ見たい。生寿司だ。オッなんケーっなす。ら最生後寿に司今だ画見面た共有で見せてもらう。寿司打ち？寿司だ。寿司だ。寿司だって呼んでるけど俺寿司は。だ。読あ、み寿司方だそれわ。合ってない。え、寿司だやったことあるんですか？私ですか？はい。あ、あります、あります、全然。え、画面共有で見せてもらえますか？画面共有して見せてもらって、それ配信上相に載せ当るだすけごいで。気がする。ちょっと見てみたいよね、一どれくらいで瞬、きるか。一瞬危ない見たい。ものが映んないように。めっちゃ危すごないいんもじのゃがない？映んないように。まあ、ブラウザを映すようにすれば。はい。あ、そっかそっか。いや、見たいでしょ、みんなこれ。それ見を篠たい。原さんがマ実ジやば況そして。見た。見てみたいタイわ。ピングの実況ってなんか、正確性みたいなのが下で数値で出るんですよ。ああ、そっか。そこがなんか戦略的なせめぎ合いになってるので、意外と多分見る寿の司がだ。楽しいかも。寿司ガールズは。寿司があるっす。これでいけるかな？よ。いいっすか？見て。いや、いや、いいっす。超見全たい。然手温まってないからどうだろう。手温まんない。じゃあ、温めていいっすよ。これ配信寿司、配信寿司いいっすか？あ、どうぞどうぞ、全然。これ、ポップアップってどうやるの？あ、みりさん、僕も映しますね。どうぞどうぞどうぞ。これもだって実質ね、これがポップアウト。タイピングチャンピオンシップそのまんまでしょ。実況いもや、そそのういままだし。う、そうですね。やばそう。こう、大会の本物の実況者ですよ。俺はもう映せました。じゃあ、やば、僕が。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。映せない。僕映せない。これ一番難易度高いやつですか？あ、そうっすね。あ、普通が一番難易度高いんだ。どんな感じになるんだろう。あ、ディスコ映んないや。あ、オッケー。あ、もう行きましょう。行きます。じゃあ、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、オッケー、オッケー、いいよ、いいよ。はい、いいっすか。あれ、ちょ、あ、ちょっともう一回。あ、じゃあもう一回、もう一回、もう一回。はい、はい。ちょっと気持ちいい音が。ちょっと待って、これ。あ、戻った。これなんか、これ違う。振り仮名付きのやつないかな。振り仮名付き。ああ、英語になってるか。はいはい、はい。これか。漢字もうドアップにするわ、これ。もうドアップ。確かに。遠くで見てもわかるこれ。うわ、え、やばっ。うわ、空中ラン。え、振り仮名を見て打ってるってこと？ひらがなで打ってるんですか？あ、ひらがなで打ってんだ。うわ、すげえ。ええ、でも打ち方はローマ字でしょこれ。うん、いや、バグでしょ。いや、これすごい。いや、一番すごいのは、あの上のレンダメーターっていうところが減らないところで、ミスがないから。ミスないのか。ミスったらなくなっちゃうよねこれ。ミスったらなくなるから。音気持ちいい。すごっ。なんだこれ、長っ。何これ、やばすぎでしょ。すごすぎるこの人。うわ、ええー、やばいやばい。オーディみたいな。世界一早い。よろしくお願いします。上昇気流。いや、こりゃ自信あるわ。え、これ残り85秒いらなくね？いらない、ね、しかもどんどん伸びてくので。え、終わらないじゃん。じゃあこれミスがないとどんどんなんか120プラス100ぐらいありそう。うお、全然ミス。ミスする方ということで。確かに本番これで95倍があったら即失格だもん。え、これ寿司だランキングあるんですか？あるんじゃない？ランキングあるのかな？みさん、なんかもう一個リータイピングっていうサイトは1位です。なんかリータイピング、あー、あったあったあった。はい、皆さん、これが寿司だナンバーワンです、今。見てください。やばい、これは日本で4連覇するわ。いや、すげえわ、日本一のタイピスト。この寿司はよく回るな。ちょ、あの、はい、ピコーンって鳴る速さが。あ、なんか温まってきてる、温まってきてる。やばい、ジャイアンとパフォーマンス白菜上がってる。早いってこれ。無理だろこれ。一生終わらん。やばす、逆にきっしょいのか。さすがにミスがあるって。ネタ切れちゃう、ネタ切れちゃう、寿司の。ああ、読めない、読めない、読めない。うわ、60皿とか40秒でいくんだ、すごいな。
ジャイアント素人より食うな。ジャイアント素人より早いよ。やってほしいね、これ。いや、やってほしいね。すごいわ。どっちが早いのか。寿司食うのと打つの。いや、すごいわ、これ。めちゃくちゃ見てられるわ。やばい、これ。寝れる、これで、俺。すげえ。この ASMR いいな。うん、早い ASMR いいですよね。はえうわ、早い。また3秒伸びた。あ、でもあと15秒。で、100いきたい。だって1秒で20機打つ人たちですね。うわ、どんどん速くなってる。やばー、どんどん上がってる。やばい。いける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 。ブーストかかってる。あ、待って待って。頑張れ頑張れ。最後、100いける。頼むの。これ、いった いったーおあ、ええわ。まだ止まらない。いや、すげえ、マジで。逆さくない ?4 万 !4 万。マジ2位だったな。あ、2位だった。おかしいだろ、1回目で2位って。初見2位、初見2位来ました。初見、温まってないで2位なの。温まってないで2位はやばいでしょ。やばまさか今日寿司だをすることになるとは。15時間アップするって書いてあったけど。アップなしでやってる。すげえ、ミリさん。いやー、えぐすぎるな。えぐいわ。えぐいわ、これ。すげえもん見たな。やばえ、多分あれでしょ、だって適当にさえ自分の家来てエイムラボやってっつって、エイムラボで世界ナンバー2みたいなもんでしょ。ああ、そうでしょ。このマウスでやってっつって。やばすぎでしょ。さらっとランキングページで2位でしたって言いてぇ。言いてぇ。ああ、2位でした。とんでもねえの見たら。びっくりした。最後のブーストめっちゃかっこよかったですね。これ貴重なもの。早かったもんな。早かったもんな、100いきたいってことさ。全タイピングゲームでさ、1位取ってきてよ。さらっとね。さらっと。どこ行ってもミリって書いてある。うん。いや、これはすごいわ。いや、すげえ。すごい。いや、やばいわ、マジで。かっこよ。本当にすごいんだ。照れます、照れます。いや、神だわ、今の。いやマジ貴重だった、ありがとうございます本当。いやありがとうございます、ありがとうございます。感動した、感動した、ね、これ共有終わりますね。 あ大丈夫ですよ、ありがとうございます。じゃあぜひまたやりましょうよ。ありがとうございました、ありがとうございました。すごく楽しかったです。私は落ちます。おーい、またね。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました、ギャさん。ありがとうございました。お願いします。失礼します。えぐすぎだろ、マジで。あれさ、リアルフォースの音と一緒に聞いてたよ、ずっと。1時間くらい俺のために、あれかな、弾いててくんないかな。ピアノだよ、ピアノも、もはや。楽器でしょ、あんな。奏でてる。音楽を。音楽じゃない、あんなに安定してたら。カタササササカタササみたいな。ジブリの映画始まる前のさ、カタササカタサみたいなやつ。あれ思い出した。タイプライターで打ってほしい、ずっと。ゆきしろさんと、バルやるわ。おはようございます。アセルの人がね、こんにちは、配信してミッシングさん。あれ？ああ、ああ、来た。あれ、これ大丈夫だ。ちょっと待ってね、移動するね。今ね、はい、ごめんね、タイミング悪く、ちょうどなんかディスコードじゃないや、DM で送ったんだけど、配信してるよね。あ、配信してるっす。じゃあ危ないこと言っちゃおう。え、これ入ってよかったんですか？よく全然大丈夫、ごめんね。でもタイミングが悪くて、ちょっとね、今騎士のその弟子のさ、篠原さんでわかる？わかんないっす。もともとアナウンサーやってた人で、はい、その最近の棋士の弟子になった人なんだけど、でその人の、はい、なんか実況が見たいみたいな。ああ、なるほど。なんかそうそう、一回バロで実況やってるとこ見てみたいみたいな。へえ、じゃあそれでちょうど今対話しましょうか。じゃあそういうこと。じゃあ、対話しよう。どういうこと？対話の実況してもらいましょう。逆に難そうだね。面白そうだけど。で、それで、ちょうどじゃあ、一旦、その、棋士が解説、はい、篠原さん
今下にいるんだけどの人が実況で、はい、まあ、カスタム一戦ちょっとやってみましょうかみたいな。あ、なるほど。で俺は俺で、いやギアちゃんはもう呼んでるからねって話はしてあるから、あの終わった後にでもちょっとこうメンバー集めてみんなでやろっかみたいな、まあランクなりアンレナー、まあ、ギアちゃんがいい方向で受ければって、でメンバーが一応下にあのティームドクター通りなんだけど、はい、その篠原さんと岸とあとミリさんっていう、あの知らないかもしれないけど、あのリアルフォースのタイピングの大会でずっと優勝し続けてる、あの通称あの女王って言われてるタイピングの、すげえ日本一速い人、つまりそう、配信見てる皆さんぜひあの YouTube で動画見てください。リアルフォースのあの彼女のタイピングの ASMR 出てるぐらい速いんで、つまり最強ってことですか。最強、多分あのもしあのゲーム内で喧嘩事が起きてチャットファイトしたら絶対彼女には勝てない。やべえな、 GG とか超速そうGG は GG は速いだろうな誰でも速いだろうそう、ガチで速いんでちょっとぜひ見てみてくださいっていうことと、なのでちょっとギアちゃんさ、もう一戦ランクこもってきたよ。あ、マジですか。ちょっと今パーティーの招待来たんだけど、あれ、あ、本当だ。じゃあ一緒にやろうって流れになったのかな。あれ、これミリさんはいるんですよね。あ、います、います。あ、はじめまして、お願いします。あ、はじめまして、よろしくお願いします。マジでタイピング早いって聞いたっす。タイピングは早いですけど、バルはちょっと。これ勝ったら絶対 GG、GG 速攻打ってください。あー、OK です。しかもミリさんは普段ジェットを使ってるということで。え、マジですか？ちょっと見たいな。いや、でもどうだろうな。大丈夫かな。プラチナ2なんだよな。タイピング、世界一のジェット。まあ、と言いつつ、ピックしてみたけど。みんなミリさんのこと知らないと思いますんで。タイピング女王はなぜタイピングにハマったんですか。タイピング、いや、ゲームをやってたからですね。ゲームからきっかけ、それはどういうゲームで。火曜タイピング劇場ですね。はい、タイピングゲームですミリさんは配信してますか。配信したことないですね。ない。寿司だやりますか。ミロさんされてるの初めて、はい。寿司だやったことない。寿司だやる動画撮ってみてほしい、見せてほしいな。あ、私ですかそうそう、見てみたよ、めっちゃ早そうなの。寿司だ、でも大体やったら一発で1位いけた気がするな、昔かっこよすぎないマジやばくない、うん、あれリセットされるんですよ、確か、ランキングが。やば寿司だってなんだっけ、あの回転寿司みたいなやつ。そうなんかずっとレーンの上流れてるあ、そう、なんか寿司がいっぱい流れてきてそれを打つみたいな。世界転生じゃん、もう。そのタイピングの大会って、はい、何で決まるんですか。そのなんか正確性とかですか、速さと。いや、そうっすね、両方いる感じですね。のなんか得点があるみたいな感じですか、スコア。そう、10本ワード取った方が勝ちで、はい、でその10本取ってる間に正確性95を割ったら、はい、問答無用で失格みたいな。ああ、なるほどなるほど。でワンワンするんだよね、確か。ワンオンワンタイピングワンオンワン、ね、超緊張しそうなんだけどずっとリアルフォースなんですか。やっぱリアフォーがいいんですか。いや、でもちょくちょくいろんなキーボード使ってますけどね。全エイムも買えますよ。出た。ああ、マジか。やっぱ詳しいんだな。あれどうすか、あのウーティングは。ウーティングは分かんないな。ウーティングもなんか FPS 会話ですごい話題になってるっすけど。へえ。前からゲームやってたんすか。あ、バロスか。バロとか分かんないっすけど。バロは340レベルなんでだいぶ。え、こすってますね、このゲーム。こすって、俺何レベルなんだろう。340って相当だよね。いや、相当なんですけど、ちょっとあんま才能がなくて。いや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 。いや、結構ミスだけど、普通に上手くなかったっすか。いや、ほんとっすか。いや、嬉しそう、そんな。いいの？ちょっとタイピングの練習しなくていいの？いや、うん、バラの方が今は大事っていうか、タイピングは仕事なんで。仕事？ああ、かっこいいな。年に何回くらい大会あるんですか？あ、1回っすね。でかいやつが？いや、でかいやつっていうか、まあ、1個しかないんで、e スポーツは。あ、そうなんだ。
職業タイピングってどういうあれなんですか。ちょっとごめんなさい、俺マジで無知で。なんかテレビの生放送の字幕をその場で聞きながら打つみたいな感じなんですけど、はい、リアルタイムでってことですか。あ、そうそう。え、やば。なんか仕事でめっちゃ打つからもうプライベートはいいかなってなってる。あ、なるほど、そういうことか。プライベートはバローばっかやってる。すげえ、なんかもうマジあれっすね、手に職つけてるっす。手に職てかマジミリさんしかできないじゃないですか。ん、それ。いや、そんなこともないですよ。職人だ。高速タイピングしとこう。はやっ、今おかしくない、今カタカタしか聞こえなかったのに。明らかに3文字くらいの入力しか聞こえないのに。リアルフォースって使う人が使ったらそんな化けるんだ。リアルフォースいいっすよね。え、めっちゃキーボード持ってんすか、やっぱり。結構持ってますね。でもタイピングガチでやってたのが結構前なんで記憶が若干古いんです。なんか昔のリアフォーいっぱい持ってるみたいな感じですか。いや、あ、リアフォーは結構最近のもあるかもしれないです。結構もらったりしてるんで。ああ、そっか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 。なんかうちの使ってくださいとかいっぱい来そうっすよね、そこまでいくと。リアルフォースが多いな。